ライブ中にスティックを飛ばしたとき、スネアとバスドラだけは鳴らしながら新しいスティックを出すようにメンバーから言われました。何かコツ、練習方法などありましたら教えてください。これは、なんでしょう。足と左手で ひとまずはちょっと練習しまくってもらって。それでもう撮るっていう練習をシンプルにやってもらうといいのかなと思うんですけど、まあ、例えばこの。もらうのはいいと思うし、で右手を落とすっていうことは限らないので、まあ、例えばだから左手を落とした時に、足と右手でもリズムを取れるようにしといた方がいいので、足と右手でもできるようにしておくみたいな。そうで、スティックをここから取りたい場合は、こう右手でキープしてこう左手で取るわけにはいかないんで、こうやりながら。相手に持ち帰るみたいな練習しといてもいいかもしれないですね。こうなので、まあ、右手抜いて右足と左手だけで練習をしておくの と、右足と右手とタンとと右手でスネア叩いて練習をしておくのと、あとなんかその持ち帰る練習みたいなっていうのもやっておいてもいいと思いますね。片手で8ビートを叩けるようにしといてもいいかもしれないですね。こう、まあ、これはでもちょっとね難易度が高いんで、スネアさえ繋がっておいたらなんとかなるかなと思うので、なんかそんな感じでやってみてもらうといいと思いますね。